工作船の客車1号、赤根工作船は、京都府八幡市のケーブル八幡、宮口駅からケーブル八幡宮三条駅までを結ぶ、京阪電気鉄道のケーブルカー。岩清水、八幡宮三道ケーブルと呼ばれている。男山の三条にある岩清水、八幡宮への足となっている。2019年10月1日に、当線の八幡市駅を、ケーブル八幡 宮口駅に、男山山上駅を、ケーブル八幡宮グー山城駅に、通称を、男山ケーブルから、岩清水、八幡宮山道ケーブルに変更した。なお、京阪本線車内では、山道ケーブルと、案内されている。短距離ながら、トンネルが2カ所あり、京阪にはこの他に、山岳トンネルとしては、京神線の大阪山トンネルがある。また、 途中に全長108.7メートルの男山橋梁があり、車両の行き違いはこの橋梁とトンネルにまたがる区間で行われる。2001年に車両が更新され、2019年6月に車両のデザインが変更された。2007年4月以降、京阪の路線で唯一、伊コーやピタパなどの全国総合利用サービスに対応した交通系。 IC カードが使用できなかったが、2020年6月1日に導入された。通常時は30分間隔の運行で、所要時間は約3分。乗客がいる場合にのみ運行される。不定期列車を含めると15分間隔である。例年、大晦日と岩清水祭り前夜は終夜運転が行われる。正月の多客機は時速1 2 6トル。 それ以外の換算機は時速 8km の2速度で運転できるようになっており、正月3月日には速度を上げて約3分間隔の頻発運転が行われる。周発は通常18時45分発だが、正月3月日には20時まで繰り下がる。工作船車内からの景色。京阪本線の赤いトラス橋が架かる木津川、その向こう側に、 ケージバイパスの高架橋と宇治川、さらにその向こう側には、京都競馬場と横王子運動公園が見える。運賃は片道300円。ケーブル八たぐ三条駅には改札はないため、上り下りともに、下のケーブル八万、宮口駅で、切符の扱い、生産をする。運賃の取り扱いは、次のようになっている。 京阪線各駅からケーブル八幡宮三条駅までの乗車券を発売しているが、かつては大津線各駅でもケーブル八幡宮三条駅までの乗車券を発売していた。リニューアル前の客車1926年、男山作動によって開業した。男山鉄道に社名変更後、京阪電気鉄道の子会社となった。 戦時中の1944年に廃止され資材が供出されるが、戦後の1955年に、京阪電気鉄道直営で復活した。男山作動の資本金は150万円と会社の規模に対して課題であり、建設費も他の工作鉄道と比べて割高であった。これは、観光地などの有望な路線の免許を取得し、さらに自前で鉄道を建設して、 高値で転売するためであった。この会社の重役である野田義一郎は、かつて西賀東吉率いる西賀電機商会で支配人を務めていた人物であり、破綻後は独立して、このような商売をしていたとみられる。京阪電気鉄道の太田光博社長はそういう状況は把握しながらも、未開業の路線の免許を抑えられており、競争戦防止のために、 そのままにしておくこともできず、やむを得ず買い取ることになったという。ありがとうございます。